はい、皆さんこんにちは。市民参加型情報バラエティ番組サクッとテレビ司会のゴンザレス前島です。さやかです。さあ、さやかちゃん、はい、サクッとテレビですけどもね、サク、はい、の魅力、ファッション、グルメ、エンターテイメントをお茶の間の皆さんにサクサクっと紹介していく市民参加型情報バラエティ番組です。はい、今日我々はこちら、はい、信州サク春日温泉にお邪魔しておりますよ。この春日温泉は、はい、なんと約400年の歴史。400年、はい、もう400年前といえば江戸時代ですからね。そうですね、はい、もう我々の先祖も楽しんだという、この春日温泉にお邪魔しております。はい、中でも、はい、この後我々はですね、はい、この春日温泉でも人気の温泉宿、はい、旅社12館にお邪魔したいと思います。はい、この旅社12館は、はい、大自然あふれる装い、はい、そして素朴で温かなおもてなし、はい、人情味あふれるご主人、美味しい料理、そして何よりも、はい、温泉が自慢なんです。温泉ですか？もちろん。その温泉がね、はい、なんと美人美肌の湯。美肌、はい、これ女子には一大事ですよ。事件ですよ。事件もう行きましょう。早速行ってきます。さやかちゃん、あ、ここだ。さやかちゃん待ってよ。12巻はい、さあ、さやかちゃん着きましたよ。よっしゃ、12巻。非常にね、趣ある佇まい、素敵な玄関ですね。じゃあ早速入ってみましょうか。行きましょう。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。美人館へようこそ。はい、それでは両者12巻館主の河合純一さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。河合さんはなんと若い頃に、うんうん、アメフトでバリバリ、うん、ブイブイ言わしてたんですよね。ね、まあ、バリぐらいですけど、ね、またご謙遜を、ね、さあ、この両者12巻ですけども、非常に素敵な館内。まず河合さん、こちらの温泉の効能や泉質教えてください。効能はですね、皮膚にいいアルカリ性単純泉となっております。ああ、なるほど。そして料理にもこだわりがあるんですよね。郷土料理の特に鯉料理に力を入れておりまして、鯉こくですとか洗いですとか、この後にぜひ味わっていただきます。うわ、やった、鯉料理だよ、さやかちゃん。楽しみですね。また自慢のお風呂から見える景色も素晴らしいと聞いています。高台にありますので、うん、浅間山も一望できますし、四季を感じられる温泉となる、なっております。なるほど、ね、楽しみですね。では河合さん、この放送をご覧の大勢の市民の皆さんに、ぜひこの12巻の自慢、こだわり、お願いします。はい、市内でもですね、有数な、温泉でありますが、春日温泉をぜひ味わっていただき、鯉料理もぜひ食べに来てください。はい、では今日はどうぞよろしくお願いします。いやー、両者12巻の部屋から見える景色、これまた素晴らしいな。もう大パノラマ、そして大自然。いやー、今日はここいいとこ来たな。あ、ちょっと疲れたから、よいしょ。ん、佐久市民祭榊祭り。あー、そっか、望月は8月の15日にはこの榊祭り、これまた欠かすことができない。いやー、本当に望月はいいところですね。あれ、なんかいつもいるはずの俺のパートナーのさやかちゃんの姿が見えないんだけど。あれ、カメラマンさん、さやかちゃん知らない？あ、知らないって言ってるよ。あれ、さやかちゃん、ちょっとどこ行っちゃったんだよ。どこかな、見つけた。あれ、いないな、おい、さやかちゃん、おい、さやかちゃん、さやかちゃん、さやかちゃん。景色も最高だし、温泉でお肌もすべすべ、癒されるわ。マイピー、ごめんね。佐久の美容師がプロデュース、ピュアエンジェルボディソープ。
消臭効果もバッチリ、リンゴの香りでフレッシュフレッシュ。のファッション狙い撃ち。この春一押しの花柄タイトスカートで綺麗めスタイル。いやー腹減ってきたな。いやすっごい夜だなこれ。ちょっとマーキー、ちょっとちょっと、ただいま。ちょっとさやかちゃんどこ行ってたの。温泉も超気持ちよかった。本当だよ、ね、見てお肌すごいスベスベじゃない。あすごいツルツル美肌でしょ。超女子力上がっちゃったよ。いいなさやかちゃんばっかり。いいでしょ、気持ち。俺ももっともっと男を磨かなきゃまずいでしょ。失礼します、ね、あれ河合さんちょっといいタイミングだなって思います。いいタイミングで。美味しそうだな。でもすごい人なんですけど河合さん。いやーさやかちゃんすごい料理が出てきたよ。そうですよね。もうね、柵越えがあったり、ニジマスがいたり、天ぷら、お鍋、地元野菜、茶碗蒸し、全8品のスペシャルコース。はい、スペシャルコース。いやー河合さんすごいですね。この後恋国が参りますので。さらにいらっしゃいませ。お母さんありがとうございます。12巻の、はい、みつこさんに今、はい、あ恋国です。これが自慢の恋国ですね。お母さん、はいどうぞ。あすいませんお母さん、うわすごいよさやかちゃん。大きなね恋の切り身、そしてまだ熱々の恋国。さあさやかちゃん、すべて料理が揃いました。揃いましたね。ではね、この十二貫自慢の食事いただきましょうか。はい、はい、それではいただきまーす。いただきまーす。さあ河合さん、はい、まずはこれどれから我々行きましょうか。そうですね、今日はですね、はい、あのうちの神が作ったの、はい、手作りのこんにゃくがありますね。こちらの小皿から召し上がってみてください。はい、こんにゃく自慢のこんにゃくということでね、うん、じゃあ行こうかさやかちゃん。いただきます。いただきます。こんにゃく芋からですね、吸って作ったものですから。いや、柔らかいですね。もうツルツルツルってね、うんうんうん、喉越しもいいし、なんかほんとさやかちゃんの肌みたいだよね。だね、うん、ツルツルしてる。いや美味しかったな。いいこと言ったよ今、うん、なんか美味しいもの食べるとね、自然としても回っちゃうんだよね。次、ね、は、うんね、まあ、いよいよ鯉なんですけども、はい、今日のお月に鯉の洗いを、はい、ぜひ召し上がってください。鯉の洗いですよ。こちらもね、十二貫自慢のこの鯉の洗い。では、早速いただきます。やはりね、この十二貫と言いますとね、柵越え料理でおなじみのお宿ですからね。はい、はい、じゃあこの酢味噌で。自家製の酢味噌で召し上がって。自家製の酢味噌。いただきます。コリコリしてる。美味しい。美味しい、これはね。私もいただきます。すごい歯ごたえ。うん、本当だ。この酢味噌の甘みもあるんですけれどもね、柵越え自体も非常に甘いね。このしっかりと脂の乗った冬の鯉は美味しいって言いますもんね。今いい時期ですね。うわ、普通こういう時は一切れしか食べないんですけどね、もう一口いっちゃいますよ。うちのあれは他より少しだけ厚く切っておりますので、味が若干濃いかもしれません。あ、なるほど、濃いだけに味も濃い。河合さんお上手。うまいですね。お上手だな、違うな感触は。さあ続いてはメインで濃い濃くをぜひ、うん、はい、では早速今日の濃いは卵が入ってましたので、はい、待ってました。待ってましたよ。先ほどねお母様が運んできてくれたこの濃い濃くということでですね、じゃあ早速さやかちゃん行きましょうか。行きますか。はい、
最初に食べやすい方法がありまして、はい、向かってですね、はい、左側の丸い部分、はい、あ、右側ですね、はい、そこがですね、お腹の部分ですね、骨が少ないです。こういうというと骨が多いということで有名で苦手な方もいらっしゃるんですが、はい、で左手のですね、尖っている部分が背中の部分になりまして、はい、そこが骨が多いので反対の方から召し上がっていただいた方が食べやすく、はい、美味しくいただけると思います。そうなんですね、はい、じゃあまずこの骨の少ない部分というところからね、はい、いきたいと思いますけれども、じゃあ早速いただきます。ファンタスティック出ました。マイピのファンタスティックなかなか出ないですよ。いただきます。これはおいしい。もうこのさすがにですね、この柵越え肉厚もあるだけに本当にジューシーですよね。もう噛めば噛むほど味が出る、噛まなくても味が出る、本当にもう口の中がパラダイス、そんな感じもするわけなんですけどね。じゃあこれ卵ですよね。これ卵ですね。ちょっと佐々木さん、卵もいっもう食べちゃった。あ、もう食べちゃったの佐々木さん。卵大好きなの。これは女性にも、ね、非常に成分入ってますので。あ、そうなんですか。はい、またこれ綺麗になっちゃうよ。そうですよ。もう。うん、うわあ、このプリプリ感がまたたまらないですね。口の中でこのプチ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 弾けていくこの卵、これもたまりません。うん、そしてやっぱり濃いコクと言いますとね、はい、このお出汁の効いたやっぱりこの汁だと思うんですけどね、はい、そうです。これやっぱりこだわりが、味付けにはこだわりがあります。味噌は自家製のものを使ってまして、はい、自家製味噌。いやじゃあ早速ちょっとじゃあいきますよ私、はい、うわ甘い、ね、はい、まあ、しじみ噌というと割と辛めが多いんですが、はい、うちは若干塩味を少なめにしておりまして、はい、あと大豆自体も甘いですから、はい、私もですね、いろんなこの味噌汁を今まで味わってきましたけれども、この濃いコク、はい、この味噌をベースにした濃いコクはですね、本当に今までの中で一番こう甘さを感じる、非常にまろやかな味わいですね。郷土料理なんでいろいろね、はい、パターンがありますので、はい、まあ、お口に合うかどうか本当いつもドキドキなんですけど、ね、でも河合さん、このいろんなお出汁があると思いますけども、はい、河合さんのですね、こうお人柄が一番効いている、うん、これが何よりのですね、この隠し味だと思うんですよね。はい、ということで、さやかちゃん、この十二貫自慢の料理、すべて美味しくいただきました。いただきました。河合さん、完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。うん、次はぜひ、この放送をご覧の皆さんもですね、この両者十二貫の自慢の料理、楽しんでください。さあ今日のサクッとテレビですが、ここ信州望月春日温泉旅社12巻からお届けしてまいりました。ここでサクッとテレビ恒例の視聴者プレゼントのコーナーでございます。はい、ありがとうございます。さあ河合さんからですね、はい、今回はサクッとテレビを見たという方になんと先着3組様にワンドリンクのサービスをいただきました。ありがとうございます。美味しいお食事と、そしてね、美味しいお酒や飲み物で、至福のひととき、過ごしてください。はい、いや河合さん、はい、これからまた忙しくなりそうですね。はい、ありがとうございます。はい。さあ、今回はですね、ここ、両者十二巻の素敵な景色、そしてこの、さやかちゃんの美肌の温泉、美味しいお食事をいただきました。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。さやかのファッション、狙い撃ち。パステルカラーで春のお出かけスタイル。さあ我々ですね、先ほどの春日温泉から今回は佐久平駅前に移ってまいりました。ましたね、もう佐久市の情報発信となっておりますけどね、はい、この佐久平駅、はい、さあお届けしております、はい、市民参加型情報バラエティ番組サクッとテレビ、MC のゴンザレス前島です。さやかです。さあこの番組はですね、はい、佐久のファッション、グルメ、はい、エンターテインメントをお茶の間の皆さんにサクサクと紹介してまいります情報バラエティ番組なんですが、はい、さあさやかちゃん、はい、変わってのコーナーですね。はい、こちらも超ウルトラ人気コーナー、お父さん変身
コーナーはい、はい、このコーナーはですね、はい、日頃頑張っているお父さんをおしゃれでかっこよく輝かせて、うんうん、家族の皆さんを驚かせようという企画の第2回目でーす。2回目ですねー、はい、いやー、さやかちゃん、はい、前回のね、はい、水野さん、はい、すごかったですよねー。もうあの後もうすごいね、うん、キラキラしちゃって、かっこよくなっちゃってましたよ。さあ、水野さんについてですね、今回も、はい、素敵なお父さんに変身していただきましょう。誰でしょう。さあではですね、そんな素敵なお父さんに変身していただくのはもちろん作を代表するこのお二方です。はい、まずヘア担当は美容室アップス代表の小池さとしさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてファッション担当はペイフォワード代表の手塚康さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、さやかちゃん入り込んだね。今回もですね、もう作の無敵なお二人が登場いただきましたよ。小池さんに手塚さん、はい、この二人に任せればどんなお父さんも、うん、レッツチェンジ。さあ、ではですね、さやかちゃん、はい、早速、はい、今回変身いただくお父さん、はい、お迎えしましょうか。はい、ではですね、佐久市内の大井翔一さんです。さあ、どうぞ。お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、大井さんは製造業にお勤めで家族サービスが大好きという佐久を代表するイクメンパパなんです。おすごいですね。さあ、大井さん、いよいよですね、ケーブルテレビ、サクッとテレビ登場いただきましたが、今のお気持ちいかがですか？緊張してますね。緊張気味。でもですね、今回はですね、こちらのお二方、小池さん、手塚さんがですね、大井さんを見事にチェンジしてくれるんですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大井さん、大井さん、なんか希望とかありますか？このお二方に。もうサクを代表するファッション界のリーダー。うん。そうですね、もう。緊張気味。大井さん、ちょっと緊張気味。任せてください。お願いします。大丈夫です。大丈夫です。はい。そしてですね、まあ、今回ですね、この小池さん、手塚さんが担当いただくんですが、小池さん、はい、まずヘア担当としてヘアチェンジのポイントを今日大井さんいかがですか。はい。大井さんですね、素晴らしいことに、いいパーマ持ってるんですよ。もう、生まれた時からパーマかけていただいてる感じです。あの、天然パーマってやつですよね。はい。あの、そのパーマを、うまく使いつつ、ちょっと綺麗な感じの雰囲気を、綺麗でかっこいい感じの雰囲気を今回で出していきたいと思いますし、まあ、その髪の毛ちょっと暗くて重いので、少しカラーで少し今日は遊んでいきたいと思いますので、なるほど。よろしくお願いします。さあ、そしてファッション担当のですね、手塚さん。はい。今回のファッションチェンジのポイント。大井さん、体が細いので、スタイルの良さをね、出せるように綺麗にしたいと思いますね。あ、イクメンパパなので公園でね、遊んだりすることも多いでしょうから、動きやすくでも素敵にねするように、はい、変身させます。はい、さやかちゃん、はい、今回もですね、この作の巨匠2人からのですね、はい、力強いコメント、おいさん、いかがですか？もう嬉しいですね。もうどのように変わるのかちょっと楽しみです。はい、さあ、お茶の間の皆さん、今回のですね、この大井翔一さんがどのように変身していくのか、お父さん変身コーナー、どうぞ今回もお楽しみに。じゃあ、小池さん、はい、早速行きましょうか。はい。はい。もう、近いので。はい。そうなんですか。もうここから歩いて5分ですので、あの、このまま皆さんで一緒に行きましょう。行きましょう。はい。じゃあ、はい、カメラさん、音声さん、OK！ 今回もお父さん変身コーナーは、せーの、レッツチェンジ！
教室アップスではいつでもきれいに、もっときれいに、そしていつまでもきれいにの思いで、ファッションからアンチエイジングまで皆様に喜びを提供しています。今日はですね、癖がちょっと強いので、普段楽にするのと顔周りすっきりさせるために顔周りにこのストレートパーマをかけていきます。でストレートパーマですと通常一般的にこういったストレートアイロンを使うんですけれども、これを使わずに今日はなんとこれツインブラシというものを使わせていただきますので、こちらでストレート、これなかなかない技術なんでよく楽しみにしてください。はいはい、ちなみにこのツインブラシを使うと何がいいかっていうと、自然な感じの柔らかさの出るかけましたっていう感じのストレートじゃなくて、いい感じのストレートになります。はい、それとですね、少し髪の毛が暗くて動きが出にくい感じなので、はい、少しここに動きを出すためにこういったアルミホイルを使って、ところどころアルミホイルですね、ところどころにカラーをしていきますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ヘイフォワードは岩村田駅前に店を構えて早12年目。メンズの洋服を主にレディース、キッズウェアから靴、バッグなどの雑貨まで幅広いアイテムを国内外からセレクトしています。日々身につける洋服で幸せを一つ増やせるよう、ベーシックでありながらも作り手のこだわりや楽しさのある服を提案させていただいてます。はい、ということで皆さん、はい、我々はですね、岩村田駅前のヘイフォワードにやってまいりました。はい、来ましたね。さやかちゃん、今回はですね、はい、この中には、はい、これ別に引田天功さんがいるわけじゃないですよね。違いますよね。ないですね、はい、ハトもないし、引田天功も入ってないです。入ってないですね。このお父さん変身シリーズの、はい、おいそいつさんが、はい、刈り替わって、この中にいるわけですね。いますね。いやいや、楽しみになってまいりましたね。エリカさん、いよいよですね、はい、ご主人とご対面になりますけども、はい、今の気持ちいかがですか？ちょっともう、なんか想像がつかないですね。こんな感じになるんだろうね。お嬢さんのあゆみちゃん、どんなお父さんになってると思う？かっこいいお父さん。なってるかな？どうかな？じゃあ早速、はい、おいさんとご対面と参りましょうか。はい、行きましょう。はい、ではカウントダウンです。5、4、3、2、1、オープン！うわー！出ました！別人28号！何でも言ってたよ。ファンタスティックトレビアン！いやいやいや、大井翔一さんで間違いないですよね。そうです。はい、いや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 、さやかちゃん、ちょっと全然違うんですけど。今回はもう春も目の前なので、ちょっと軽く軽装で行けるような感じで公園とか、まあ、気軽に遊べるように考えました。で、まあ、春の色を差しながら、まあ、ちょっと可愛らしい感じ、お嬢さんが2人いらっしゃるということなので、お嬢さんたちにも評判のいいように考えて、動きやすくあったかい格好を作りました。で、緑のズボン履いてたんですけど、ね、見て、ちょっと上に上がっておしゃれな緑に、ね、変わってるんですけど、うわ、今の気持ちいかがですか、おじさん。もう心の中で嬉しいですね。うわ、ね、もうかっこいいですね。眼鏡もすごい似合ってますよ ね、似合ってますよね。ありがとうございます。いや、さやかちゃん、はい、なんかこうぜひ日曜日公園に行きたいお父さんですよね。一緒に行きたいですね。うわ、そんなね、柵の公園でおにぎり食べたいランキング、きっとナンバーワンになると思いますよ。いいですね。ね、いや、でもおじさん、やっぱりこうファッション変われば気持ちも明るくなってきて、うん、そうですね、もう、ね、全然違いますね。すごい笑顔が出てますよ ね、 そうですよね。もうリアクションが違いますからね。全然違いますよ ね、 ね、いや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 。いかがですか、ご主人見て。もうなんか本当別人みたいですね。なんか普段の主人と本当に服のテイストとかも違って、はい、びっくり、本当にちょっと本当に好みのタイプでびっくり。ね、もうすごいかっこいいです。もうすごい満足です。うわ、じゃあね、あゆみちゃん、どうパパ見てかっこいいです。はい、ということですね、このお父さん大変身のコーナー、はい、この時間は
岩村大駅前のペイフォワードからお届けしてまいりました、はい、いやさやかちゃん、はい、今回もですね、大石翔一さん見事に変身しました ねここにまた幸せなファミリーが誕生いたしました。いやお子さんたちも大満足ですね。はい、さあ次はあなたの番ですよ。さあでは皆さん最後はですねこのポーズで締めたいと思います。どうぞご唱和ください。さあ次はあなたとレッツチェンジ。はい、ということでですね、今月のサクッとテレビ市民参加型の情報バラエティ、いやさやかちゃん、はい、今回もすごい内容でしたね。2回目とは思えない、ねね、充実した内容です。私ゴンザレスもびっくり。いやなんといってもね、前半戦のねあの春日温泉両者12巻、はい、吹雪の中のロケ、はい、寒かったですよね。さやかちゃんの入浴シーンもありましたからね。私は温まりましたけどね。いやでもね、あの作国料理は美味しかったよね。さあそして今回のお父さん大変身のコーナー、はい、大石翔一さん、いやまさしく別人28号今回も出てしまいましたね。出ちゃいました。ファンタスティックな大変身でございました、うん、今回もですねアップスの小池さん、そしてペイフォワードの手塚さんによってですね見事に生まれ変わりましたよね。はい、さあ次はですねテレビの前のあなたの番かもしれませんよ。どうぞお楽しみに。さあではまた来月も元気にお会いしたいと思います。市民参加型情報バラエティ番組サクッとテレビ、お届けしたのは私ゴンザレス前島とさやかでした。それでは最後はこのポーズで締めたいと思います。せーの、サクッとテレビ、また見てね。ゴンザレス、はい、皆さんこんにちは。市民参加型情報バラエティ番組サクッとテレビ、はい、まあ、この番組はですねこのサクの魅力、ファッション、グルメ、エンターテインメントをお茶の飲みなみ、ごめんなさい